はい、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回なんですけれども、ね、突然なんかね、もう動画が出てきましたけれども、11月のですね18日日付が変わって0時にですね、0時ぴったりにですね、アクアフィナーレライブのですね、フィナーレラブライブ AQ ステージのですね、テーマソング CD である AQ アワーズね、この AQ アワーズのですね、ミュージックビデオが公開されるということがですね、明らかになりました。そのですね、まあこれティザー映像、じゃないかなと思いますけども、これがですね、突然公開されました。はい、いやーね、本当にね、すごいなーというふうに思うところがですね、このね、一瞬の映像、このね、AQ アワーズ PV っていうね、このね、ただ一行のですね、あれだけなんですけども、ポストだけなんですけども、もうこれにもですね、すごく意味が込められてるなぁと思ったので、いろいろ解説していきたいなというふうに思います。どれだけね、アクアがこの AQ アワーズというね、曲にね、思いを込めてるかっていうのがね、これを聞いたらわかるかと思います。まずですね、このね、AQ アワーズ PV が公開されますというこのティザー映像がですね、X に投稿された時間、これもですね、また行きでございまして、午後6時ということで、18時ですね。はい。そしてですね、そもそも AQ アワーズのですね、CD の発売日、これはですね、12月の18日でございます。はい。まあ、そしてですね、このね、PV、そもそも PV 映像が、まあ、公開されますよっていう日が、ちょうど、AQ アワーズの発売の1ヶ月前でございます。11月の18日、なんですね。はい。で、もうここまでですね、聞いたら、ね、皆さんもなんとなく意味がわかるんじゃないかなと思いますけども、そうです。18という数字、これがですね、非常に今回の AQ アワーズにとって、大事なキーとなる数字になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、18と言ったらね、もちろん、666をかけたら18になりますとか、まあ、そういったですね、まあ、いわゆる秘密のシグナルみたいな意味合いもね、世界的な都市伝説ではありますけども、まあ、そうではなく、18というのは、ここで言う、アクアの、まあ、人数ということになります。本当の意味での人数ですね。はい。もちろんね、アクアは、9人メンバーで、18人と、いう風な解釈とは違うんですけども、まあ、要は、9人、キャストとキャラ、一心同体ですよと、キャストとキャラ、それぞれ、二人三脚で歩んでいくという意味で、18人で、こう、歌ったという意味が、まあ、この AQ アワーズにはすごく込められてるんじゃないかな、というふうに思いました。まあ、なのでね、11月18日だったり、12月18日、そして、まあね、この公開された時間もね、6時、18時ということで、やはり18という数字にすごく意味を、込めてるんだなぁと、いうふうに感じました。まあそもそもね、AQ アワーズっていうこの単語そのものがね、これアクアを意味しますから、はい、すごくね、アクアに対する思いっていうのはもちろんですが、アクアっていうのはまあ、18人なんだよ、ということもすごく感じさせられますね。はい。そしてですね、もう一つね、これ意味合いとしてちょっと深いものがございまして、11月の18日に、この PV、AQ アワーズの、まあ、PV が、公開されるということでございますけども、まあ、実写 MV ですね。これもですね、皆さん気づいた方は多分いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、あの、懐かしの11月の18日といえば、もうちょうど6年前ですか。ね。僕ももう全力で楽しませていただきましたけども、アクアフォースラブライブ、セーリングトゥーザサンシャイン。これのですね、ライブからちょうど6年っていう節目なんですね。はい。アクアが初めて東京ドームに立ったフォースライブからちょうど、6年ということで。まあ正確にはね、11月の18日、2018年の11月18日っていうのはデイツー公演でしたので、まあ、初めて東京ドームに立ったのはね、その前日でございますが、まあ、すごくね、こういったところにも意味が込められてるんじゃないかなというふうに考えます。はい。あのフォースライブから、もう、6年も
経ったんだなぁということを考えますと、すごくね、こう感じさせられる部分はあるかなぁと思います。まあ、そんなですね、6年目という節目でね、AQ アワーズ、フィナーレライブのテーマソングを出すということは、フィナーレライブが、まあ、一体どういうステージ、AQ ステージが一体どういうステージなのかっていうのはもう、もう僕からわざわざこうね、口に出すことでもないのかなというふうに思います。もうすべてはこういったところがですね、意味してるんじゃないかと思いますね。はい。で、さらに言うとですね、これもね、すごく意味込められてるんだなと感じたんですけれども、11月の18日っていうのはですね、ラブライブサンシャインのですね、テレビアニメ2期の第7話が放送された日なんですね。はい。この第7話っていうのはこれどういう、意味かと言いますとですね、残された時間っていうお話なんですね。はい。残された時間、ね。ラブライブの決勝進出を決めたアクアでも、入学希望者数は伸び悩んでいたということで、はい。裏の星、女学院がですね、正式に廃校が決まるという、本当にこれ直前のお話の部分でございますけれども、こういった、要は回が放送された、残された時間っていうタイトルが放送されたのが、ちょうどこれも11月の18日だったということで、まさに今のアクアを、ちょっと感じさせられる部分はあるのかなと、フィナーレライブまでこう残された時間をですね、みんなと共にこう楽しんでいこうっていう意味合いを、メッセージ性を感じます。はい。そしてですね、この映像、ね、AQ アワーズがですね、これ、まあ、ロケーション、ロケ地ね、実写 MV 撮影された場所だと思うんですけども、この場所にもですね、これ非常に意味が、あります。はい。これですね、撮影された場所、おそらくですね、統合海水浴場だと思います。はい。これ沼津の御用邸の、裏にある、海岸なんですけれども、まあ、これね、どういう意味があるかと言いますとですね、アクアというのが、最初に、こう、彼女たちが見つけた場所、砂浜に初めてアクアってこう、ダイヤさんがね、テレビアニメの、まあ、未熟ドリーマーの回でね、書いた場所なんですよ。それが統合海水浴場だったんですね。はい。アクアという文字が初めて刻まれた場所が、統合海水浴場だった。そしてそこで、AQ アワーズという歌の実写 MV が撮られたと。ロケーションとして撮られたということで、これも非常にね、意味合いとして深いのかなと思いましたね。はい。初めてアクアという単語を知った場所、アクアという名前がこう、砂浜に刻まれた場所、ダイヤさんによって刻まれましたけど、そういった場所をロケ地として使用したというのもですね、これも非常に考えられてるなと思いましたね。はい。まあ、そんな形でね、本当にものすごく考え尽くされた、曲、MV、AQ アワーズ。まあ、これがですね、実写 MV が、公開されるのは、まあ、11月の18日、まあ、ね、この動画撮ってるから約1週間後でございますけども、非常に楽しみでございます。皆さんのね、見解もね、ぜひね、コメント欄にたくさん書いていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、今回の動画、以上としたいと思います。以上、浩平でございました。バイバーイ。